ジャックル,イル・イルブラン夫人の肖像は、フランス新古典主義の巨匠ドミニク・アングルが1823年に描いた肖像画である。油彩。同年のジャックル,イル・イルブランの肖像とタイになる作品で、本作品の1 8 3 4年のサロンにセサンフォリアンの巡教と共に出品され、さらに1855年のパリ万国博覧会にも出品された。アングルを敬愛した。 印象派の画家エドガード画のコレクションであったことでも知られている。現在はニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。ルブラン夫人はフランス最北部のカンブレーの裕福な家庭に生まれた。フランソワーズがフィレンツェでジャック・ルイ・ルブランと結婚したのは1811年のことである。当時、彼女はナポレオンの姉妹で、 トスカーナ対抗校尺夫人であったエリザ・ボナパルトの児童としてピッティ宮殿に仕えており、夫のジャックル・イルブランはエリザ・ボナパルトの秘書を務めていた。エリザはナポレオン失脚後はローマに亡命したが、夫婦はフィレンツェに泊まった。彼らがアングルと知り合ったのは1821年のことである。アングルは1820年から1824年にかけてフィレンツェで ルイ13世の聖願の制作を続けていたが、生活のための注文に恵まれず貧困に苦しんでいた。夫は、そんなフィレンツェ時代の画家の良き理解者として、多くの肖像画を注文した。そのうち、ルブランジョーの肖像画は消失したが、夫妻の肖像画の他にも、夫妻と息子フェリックスなど、複数の素描作品が、ルーブル美術館やボナ美術館に残されている。 ジャック・ルイ・ダビットの1799年の作品、ベルニナック夫人の肖像、ルーブル美術館所蔵、ルブラン夫人はゆったりと優雅な姿勢で椅子に座っている。夫人は黒のドレスを身にまとい、椅子の肘付きではなく背もたれの方に肘をついている。金の鎖のネックレスは懐中時計がつなげられ、彼女の腰に留め金で留められている。またカシミのショールには夫人が、 エリザ・ボナパルトの関係者であることを示す E の文字が刺繍されている。夫人は鑑賞者をまっすぐに見つめているが、アングルは微笑む夫人の瞳にアイロニーの光を捉えている。夫人の肌は筆の痕跡が消し去られ、半透明のガーゼの袖が巧みに描かれているほか、椅子の肘付きにかけられた夫人のショールの緻密なデザインをアングルは漏らすことなく書き込んでいる。 夫妻が向き合うように座り、左右異なる方向から照明が当てられていることから、両作品を並べて壁にかけることを意図している。そして、夫妻のポーズ、色彩、ファッションなどに共通の要素を持たせることによって、夫婦を結びつける家庭的な絆を表現している。右が彼女の夫を描いたジャックル・イルブランの肖像。同じくメトロポリタン美術館所像。 二人は向かい合うようにして描かれており、並んで壁にかけることを意図しての構図と考えられている。黒いドレスに若干のひび割れが入っているのは、おそらく画家が乾燥を早めるために乾燥促進剤を混ぜたことが原因とみられる。本作品には様々なポーズを取った20を超える修作素描がアングル美術館に残されており、1823年のアングルにとって 婦人の肖像画制作は中心的な仕事の一つだった。初期の構想では婦人と娘を一緒に描くことも考えていたが、最終的に死であるジャック・ルイ・ダビットが1799年に描いたベルニナック婦人の肖像と同じポーズを用いて描いている。また何人かの美術史やワングルがアーニョロ・ブロンズ・イーノなどのイタリアのマニエリスムの影響を受けていることを指摘している。 アングルは当初の予定では前年の1833年のサロンでルイ・フランソワ・ベルタン氏の肖像と共に出品するつもりだったらしい。これは夫妻が1833年にパリに戻り両者の友好関係が再開されたことによる。しかし絵画はまだフィレンツェから到着していなかったため翌年のサロンで生産フォリアンの殉京と共に出品された。 ジャーナリストのルイペススが5月3日の日刊誌、ラナショナルで本作品を賞賛し、腕や手、色彩の美しさ、特に透明な黒いガーゼの袖、ショール、その他のアクセアリーについてコメントし、この作品をサロンの最も注目すべき作品とするなどの高評価もあったが、概ね不評であった。そもそもこの年のサロンの主役を務めるはずだったのは、長年にわたって完成が待ち望まれていた。 生産フォリアンの殉教であった。そして悪いことに、生産フォリアンの殉教は、アングルが腹を立てるほど不評であった。画家であり美術評論家でもあったガブリエル・ラビロンは、本作品の色彩を厳しく批判し、彼女の顔の赤い色調はあまりにも誇張されていて、まるで彼女の鼻が血まみれであるかのように、彼女の印象を悪くしているし、その上もっと不可解なことに、 静脈に血が流れているように見えないと述べた。さらに別の批評家は、ルブラン夫人が頭頂部を描き、膨らんだ目とソーセージのような指をした怪物のように、見えると意地悪く書き立て、遠近法の歪みを指摘し、いくつかの屈曲した鏡によって、キャンバスに映し出していると結論付けた。1855年のパリ万国博覧会に出品された際には、 本作品及びモデルの美しさと繊細さを称賛する意見が見られ、また美術評論家、テオドール・デュレは、アングルの心理的な洞察の鋭さを称賛した。テオフィール・シルベストルも翌年のイストワールでアーティスツ、ビバント、フランセイエト・ランジアにおいて、アングルがフィレンツェ滞在中に制作した絵画の一つに、本作品の名を挙げている。年頃のエドガードが、 アングルは、ルイ13世の誓願が大成功を収めた翌1825年、ジャック・ルイ・ルブランに親密な手紙を送り、本作品が夫人の所有物となることを望む旨を伝えている。以来、夫妻の肖像画は長らく、ルブラン家が所有していた。フランソワーズと夫ジャックが、それぞれ1839年と1846年に死去した後は、 息子のフェリックス・ジェローム・フランソワ・ジャックルブランが所有した。後の印象派の画家エドガードガはパリ万国博覧会の前年の1854年、夫妻の肖像画を見るためにパリのエストラパード通りに住んでいたフェリックスを訪ねている。ドガはまたバルパンソン家を訪れてアングルの初期の傑作として名声を得ることになる欲女も見ている。 両作品はどちらもパリ万国博覧会に出品された。1886年にフェリックスが死去した時、彼の妹で画家、音楽家のジャン・アン・リ・プレイスと結婚したイサウレ・ジュリエット・ジョゼフィーヌ・ルブランはルーブル美術館に肖像画の寄贈を打診したが議論の結果拒否された。リビエル家に関するアングルの初期の肖像画3点が、 ルーブル美術館に移送される4年前のことである。肖像画はその後彼女が所有し、1895年に死去すると、翌年にホテルドゥルオーで売りに出され、ドガが友人であった彫刻家、ポール・アルベール・バルトロメと共同で本作品を7500フラン、ジャックル・イルブランの肖像を3500フランで購入した。仲介をしたのは、画商ポール・デュランイコールリエルだった。 ドガがルブランケで本作品を見てから実に40年もの歳月が経過しており、彼は非常に興奮し、両作品の購入を私の収集家としての人生の事件だと語っている。この時、ルーブル美術館が絵画の購入に関心を示さなかったことについては、アングルの絵画としては価格が低かったためという見解もある。バルトロメは当初、 二つの絵画を両者の間で分割し、自身はルブラン夫人の肖像画を得るつもりでいた。しかしドガが夫婦の肖像画を分けることに反対したため、夫の肖像画を得るつもりが全くなかったバルトロメは、夫人の肖像画をドガに譲ったと画家アルフレッド・ロールや美術批評家ヘンリー・ラポーズに宛てた手紙の中で語っている。1895年に撮影されたエドガードガ。 生前密かに美術館の設立を計画していたドガは美術館の中心的存在として両作品を位置づけていた。1917年にドガがよ去ると彼が残した5000を超えるコレクションは翌年に競売にかけられ世界各地に分散した。この競売によってニューヨークのメトロポリタン美術館はルビラン夫妻の肖像画とドガの銃の絵画及び素描を購入した。 その後、絵画は第一次世界大戦が終結するまでフランスで保管された後メトロポリタン美術館に収蔵された。以来、肖像画はメトロポリタン美術館が所有しているアメリカ合衆国有数のアングルのコレクションの一部を形成している。メトロポリタン美術館は本作品の他に次のようなアングルの絵画を所蔵している。とりわけ、 ドブロイ公爵夫人の肖像はアングル後期の肖像画を代表する傑作の一つとして必ず名前が上がるほど有名である。ありがとうございます。